はい、どうも、太郎です。藤田です。今日なんですけれども、もともとアフィリエイト頑張れそうだったんですけど、前回、それで、マクリンさんに、こう、見てね、話聞きに行ったんですよ。で、そしたら、なんかこう、話の流れ的に、結構タロログをやっぱり評価してくださっていて、マクリンさん、タロログ好きだったしね。そうそう。月ね、50万ぐらいだったら、まあ、タロログで全然見えるっていうから、すごいね、それはね。うん、まあ、それがどれくらいのスパンで、どれくらいの労力入れるかわかんないけど、うん、まあ、まあ、マクリンさんが言うならみたいな感じで、ちょ僕はブログを復活させようと思いました。もともとアフィリエイトサイトを頑張るつもりだったけど、はいはい、ブログを頑張る、はい、そうです。で、まあまあ、前回の動画見ていただければ分かるんですけど、やる内容が、なんだっけな、ガジェットとピラティス、うん、これねちょっと詳しく話したいと思います今回。いや、まあ、あの動画見たけど、はい、あの動画以上あるの？あるあるある。あ、そうなんで、なんで、しかもね、ちょ結構あれ1時間ぐらい喋ってたんですよ実は、うん。その僕のサイトって結構アダルトな記事が、いや結構アダルトって言っても別に なんか天下をみんなで回復してみたとかそんなもんですよ。ですけどやっぱそういうので PV 撮れてる人って結構少ないんですよ。でその業界にしてはやっぱこう PV が撮れた方だったんで、うん、Google 的にもなんかそういうねエロジャンルとかなり親和性が高くなっちゃってそういう評価をちょっと受けてたんですよ。飛び出し市も、飛び出し市っていう遊郭があるんですよ、国内最大の遊郭、それ1位だったんですよ、飛び出し市で。すっきりあったよね、こいつ。でもそれも別にそんなめちゃめちゃ書いたわけじゃないよ、最終的にいろいろ足したけどね、うん。っていうのがあったんですけど、そのエロ関係を書くと、今お付き合いのあるアンカーさんとかラブパワーさんとか、うん、あとはまあたまにこう広告依頼とか来るんですよ、うん、それが多分ちょっと逃げていっちゃうだろうなと思って、うん、別に若干の島津はいいですよ、おちんちんみたいな、うん、でもさすがにね、こう、うん、そういうのはちょっと今ピー入れますけどっていうのはちょっとやりたくないっていうことでいろいろわがままを言ったんですよ、うん。で、じゃあ、まあ、太郎さんのね書いてるガジェットもう少し伸ばしませんかっていうのがまずガジェット一つ、はいはい、ぜひ、まあいいね。で、あの時ちょっとね音声がマイクが悪かったんでいろいろ走っちゃったんですけど、僕の最後ねそもそもライザップやったんですよ、うん。でライザップはいろ、まあ、んな理由があって、まあ、やめてリバウンドしたんですよ。でライザップのサービス自体はやっぱ素晴らしいと思いますよ、うん、本当に高級サービスだしいいと思うんですけど、ライザップってねこう弱小メディアにかなり厳しいんですよ。それいつも言ってるよね。そうで、まあ言えること言えないことありますけど、いやだ例えばその写真撮らせてくれないとか、写真撮らせてくれないとか中のこと書けないとか、はいはいはい、まあ、多かったんですよそういうのはね。でトレーニング風景とかも撮りたいじゃん動画に、はいはい、撮らせてくれなかったりとかあって、まあ、まあそういうのがこうちょっと対応してくれないところとかもあって、まあ、僕のわがままだったのかもしれないですけど、なんでライザップ書かなかったんですけど、うん、でもライザップに興味あるなら体を動かすのに興味あるなら今ピラティスが熱いですよって言われて、うん、ピラティス何みたいな。いやそりゃそうでしょ、まあ、俺もピラティスなんかよく分かんなかったし、うん、でピラティス何かっていうと、まあ、ヨガみたいなもんらしいんですけど、うん、ピラティスっていうそういう、 こうエクササイズっぽいのがあるらしいんですよ。正直僕もねピラティス何のこっちゃ分かんないですよ今まだでもとりあえず、うん、あの場にいたボブちゃんとか小原くんがもうピラティスにしろ名前とか言われてお申しますみたいな感じで、うんね、プライドないんで、うん、ピラティスタワーにして、まあ、あの動画で実は僕はピラティスになったのはこういう理由でしたみたいな感じで、まあ、やったんですけど、うん、ピラティスはもう最近できたばっかだから全然こう書いてるメディアさんいなくて、今からもしもさんとかがサポートしてくれれば、うん、キーワード的にかなり上位に食い込めるんじゃないかと。へ、まあ、もちろんねそのパーソナルトレーニングほど の、 市場規模はまだないと思いますけど、はい、先にこう押さえとけば結構熱いんじゃないですかと、そんなに記事も書かせにいけるんじゃないですかみたいなことを言われて、はい、まあ、ピラティスに押すようになったんですよ僕は。そんなに多くの記事を書かれる人もいけるんじゃないですかって悪魔のささやきだね。そう言われたんですよ、うん、じゃあもうピラティスコミットしようみたいな。正直ガジェットとピラティス両方やったらちょっと意味がなんだし気持ち悪いなと思ったけど、うん、まあま、もしもさんにお世話になるのにアマゾンリンク全部使ってたらさ、うん、ちょっとこう気引けるじゃん、まあ、確かにね、うん、やっぱマクリンさんのねスーパーブロガーとちょっとねお付き合いさせていただきたいんで。スーパーブロガーでもしもの社員さんなんですね。そうすごいよね、うん、今もう150万から200万稼いでるらしいから。そうなんだ。そうなんですよ。というわけで、まあ、僕はピラティスになったんですけど、ピラティスの、体験記事とかは写真撮らせてくれるらしいんで、ライザップさんと違って、いやいやもう完全に根に持ってるやんいやー取材させてほしい。ライザップ、いや好きですよ僕、ライザップ好きです、うん、好き
んですけど、まあ、書かせてもらえないんでね、うん、まあでも、書かせてくれるらしいんでペラティスのことか体験記事書いてみようかなと。それは行くんだ今から。そう、今からっていうか今後ね、今後ね行くから、まあ、それはまた今度シャープなんかでね、うんうん、お話ししてこういう記事がありましたみたいな話をしようかなと思います。で、まあ、今こういう話動画撮ってますけど、うん、今シャープ2かブログシャープ2とかになると思うんですけど、うんうん、シャープ3ではガジェットをこう撮影する環境をちょっと作ろうかなと思ってて、おしゃれな人ってなんか背景おしゃれじゃない、うん、おしゃれ、あれね、ちょっと道汚いんでね、それはね、ちょっと、ちょっとないかな、いや、多分ね、皆さんね、俺んち来たことないから分かんないと思うけど、まあ、汚いですよ、汚い、普通に汚い人の家、うん。まあ、なので、ちょっと撮影環境を作る、なるほど、という回、しようかなと思っています。うん、はい、僕のね、アフィリエイト復活、ちょっとタイトルアフィリエイト復活いくか、アフィリエイト復活、じゃあ、タロログ、そうですね、がブログ復活変更なんですね。タロログで稼ぐ。タロログの PV いくつぐらいあるんですか。あ、でも15万とか。15万 PV なの、すげえ。思うけどな。だってアドセンスないから、ね、アドセンスだけでもじゃあ。アドセンス貼ってない。アドセンス貼ってない。だからアダルトあったから貼れなかったんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。そういう意味では、タロログは今収益いくらぐらいか。文字2万ぐらいですよ。何が2万なんですか。ガジェットを売れたりとか。アマゾンとか。とか、なんか1件2件決まるとか。15万 PV やって2万なんだ。そう。でもなんかね、俺タロログでね、そんな金儲けに走りたくないみたいな変なね、プライドあったからね、アドセンス捨てないんだ、そういうの捨てるわ、はあ、いやアドセンスとかさ、めっちゃ嫌なの俺、そうなんだ、まだ何かを売る記事はいいんだよ、まあ、それはだって売りたく、紹介していいサービスだと思って紹介してるから。でもアドセンスって何の広告が入るかいまいち分かんないじゃん、分かんない、あれめっちゃ嫌なんだよね。こう自分のブログを見に来てくれた人が全然関係ない商品とかで離脱していくのをすごい許せなかったんだよね。ちょっとブロガーとしてのプライドはあったんだよ。かっけえ。そうそうそう。まあ捨てます。捨てるんだ。プライドセンス大好きだよ。あのね、うん、プライドっていうかなんかこう、読んでる人に対しては、まあね、座りたくない。わかるわかる。なんだっけ、サイバーエージェントの藤田さんとかも、なんかこう、メディアが広告とかを入れ始めると成長が鈍化するって言ってて、うん、まあ、でも確かにそれはそうなんだけど、そうだよね、こう他の広告見に行くぐらいだったら自分のブログをもう1ページ見てもらった方がいいわけじゃん、うん、っていうのもあったか、それはもう、まあ、そっちの方が分かったな。アドセンスとかね、広告論の話になってくるからね、うんうん、まあ、この YouTube 動画は多分広告ついてると思うんですけどそれはもうね、クリエイターとしてはこう、はい、避けては通れないね、二択だよね、うん、まあ、成長が最大化して初めて広告を入れるみたいなのがいいらしくて、俺100万 PV 目指したから、まあ、入れたくなかったんだけど、まあ、達成できなそうだからもう入れるわ、すまん、みんなどこにこの動画行ったの、タロログに、タロログに、アドセンス、うん、あ、入れるんだ、アドセンスっていうか、まあ、広告を適宜入れていく、ね、と思います、うんうん、はい、なので、結構ね、僕のブログを見てて YouTube 見てくださってる方もいるっぽいんで、あ、いるでしょうね、タロログ今後もぜひともご引きよろしくお願いします。かつ目指せ。じゃあそんな感じで、うん、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。またねー。